はい、おせんべいやおかきが大好きな私ですけども、いや知らなかったですよ、これ梅の香り巻きっていうのがあるんですよね。梅の香巻き、これ亀田製菓で、なんと原産地中国ではあるんですけども、この梅の香巻きね、皆さんもご存知だと思います。こういうやつで一袋ずつ入ってるんですよ。これが一つ16個入っていて300円弱と結構高いんですよ。お菓子の中では、お菓子の中では高いんですけども、ほのかな梅の香りと海苔の風味が本当にね、心をほぐしてくれるような美味しいお菓子で大好きなんですよ。ちょっと高いんでね、買うの躊躇しましたけども、いやでも買ってよかった。これすごく美味しい、昔ながらのね味です。幼い頃はそんなに好きなものではなかったんですけども、やっぱり50を前にしてね、こういった渋いお菓子が好きになってきましたね。甘いばかりではなくて、梅のほのかな香りとどこか昭和を思わせるような、そんな磯の香りが心をつかみますね。はい、今日はとっても美味しいこの梅の香巻きを紹介させてもらいました。亀田製菓株式会社でございます。亀田製菓は新潟の会社みたいですね。で、もち米を使って作るんですけども、これが中国産です。その他、醤油、海苔、砂糖、加糖、シソッパも使ってる、魚介エキスを使ったりとかね、様々ですね。へぇ。本品に含まれるアレルゲン、28品目中、小麦、サバ、大豆と書いてますね。うん、これ全部食べると360キロカロリーですんで、ハンバーガー1個に相当するみたいです。食べ過ぎには注意ですね。でも美味しいんで大好きです。